皆さん、はじめまして。東京キリスト内閣協会所属の川端博美です。今日は、シオンとの架け橋のウェビナーについて、フレイズレポートをします。6月20日日曜日の夜7時から、ズームにて開催されたウェビナーには、80人を超える参加者が集まってくださいました。オンライン聖書で学ぶ会は、毎月講師を変えて、イスラエルから流れる聖書のエッセンスを学ぶウェビナーが多く持たれています。 今回は私を含む3人の講師がイスラエルの父祖3代に学ぶと題してそれぞれ語りました。私たちが選ばれたのは、私たち夫婦は昨年10月にイスラエルから帰国するまで4年間エルサレムに住んでおりまして、ヘブライ大学の大学院で聖書と古代均等学を学びました。今回はその中からお話をさせていただきました。 内容ですけれども、まず石井田新さんはアブラハムの性格と生き方について、妻のマーサはイサクとリベカの結婚から、部来的な聖書理解を学び、生きることについての証しを、そして私はヤコブの人生が聖書全体においてどのような意義を持つかということについてお話をさせていただきました。ヤコブという人物はイスラエルっていう名前に変わりましたね。 でイスラエルっていう言葉はどういう意味のある言葉であってそして現代のイスラエル人は自分たちの父として一番親近感を持っているのはアブラハムでもなくダビデオでもなくヤコブであると私がイスラエルにいる時に感じたんですなのでこのヤコブの性質をが現代のイスラエルにどのように反映されているかっていうことについて私の意見を述べさせてもらいましたこのヤコブの人生だけを 聖書かからら取り除いててししままううと意味がななくなってしまうんですね例えばモーセとかダビデの行った偉業というのはとても分かりやすいですけれども、ヤコブが何をしたかということは、え聖書全体の流れがないと明確に見えてこないんですね。で、ヤコブの偉業は何だったか結論から言うと、この子孫を増やしてイスラエルという国を作ったということだと思うんですけれども、ヤコブは 聖書全体を貫くテーマの一つである神の国というものを広げたということがどのような意義を持っているかということについてお話をさせてもらいました。なぜイスラエルなのかと言いますと聖書がイスラエル人によって書かれてイスラエル人のための本であるというふうに思うからです。聖書がイスラエルについて書かれた本であるということを 認識すると、私たちは自分の立ち位置が分かりますし、聖書を通した世界観が変わるからなんです。自分が何者であるかということが、イスラエルという軸を据えることによって、私たちの見える世界観、人生観が変わると思うからです。そして、このイスラエル人の知恵から私たちは多くのものを学び取って、そして自分たちが歴史の中でどのような使命を持っているのかということを認識し、役割をすることが、 私たちの生き方に大きく影響すると思うからです。反響としましては、ヘブライ的な世界観がどのようなものであって、そしてヘブライ語で聖書を読むということの魅力について分かったというふうに言ってくださったことがいたことがとてもうれしかったです。私たちの働きは、今聖書ヘブライ語を、えー、教えて、そして聖書ヘブライ語のクラスを持ちながら、 最終的にみんなで一緒にヘブライ語で聖書を学んで、そこから正しく聖書館を広げていくという活動と、また車の中であのノマド生活を、ノマド生活というのは特定の家を持たずに遊牧民のように住んでいる、車に住んでいるんですね。それを通して、あの、いろんな教会に回っていろんな方にお会いして、イスラエルのに住んだ証しなどを語らせてもらっております。 シオンとの架け橋では毎月このような聖書に学ぶ会というのを開催しております。普段はあの本当にイスラエルからユダヤ人の方がこうセミナーをすることが多いですし、もし興味があったらぜひご参加ください。以上、私、川端博美がレポートしました。ありがとうございました。